はい、前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、久々に動画を送っていきたいなと思います。まあ、今ね、人を待ってるんですけど、僕がこの場所で会ってるかどうかわからないので、空いてる時間で動画撮っていきたいなと思います。今僕はですね、ベトナムのホーチミン、またホーチミンかよって感じなんですけど、また来てます。今ね、ドンコイ通りかなにあるこのマクドナルドですね。マクドナルドで待ち合わせをしています。今マクドナルドといえば、世界でね、一番成功させたフランチャイズのお店っていうことで、僕が目指す形ですね。僕はアセアン全域で、フランチャイズを成功させたいので、今こうやってアジアに見に来ています。でですね、治療家さんに特にまあ意識してもらいたいのは、本当にベトナムっていう国というか、アジアですね、アジアっていう国はものすごい勢いで伸びていってるってことですね。僕今髪の毛切ってきたところなんですけども、日本の美容師さんが、ベトナムに来ても8年目になるみたいなんですけども、来られてるので話を聞きにですね、まあ、兼ねてカットしてきました。で、本当に今どんどんですね、日本の企業もそうですし、中小企業の方も、どんどんベトナムはじめ ASEAN 地域にどんどん進出していってきてます。で、治療業界というのは特にいつもですね、遅れをとって、後手後手に回る業界だと僕は思っています。それはなぜかというと、まあ、約80年ぐらい、健康保険という、甘いですね、蜜を吸ってやってきた業界なので、それは仕方ないのかなと思いますけども、僕たちのような30代40代の方っていうのは、やっぱりその、緩い時代の流れの感覚でいてると、本当に大変な目に遭うんじゃないかなと僕自身は思っています。なので僕自身はですね、こういう形で、ASEAN にですね、自分がまず飛び出していって、で実際、情報を取って、また肌で触れて、皆さんにですね、情報を提供していけたらなと思っております。まあ、そんな感じでですね、ちょっと結構この辺でバイク通るんですよ。わーって、結構怖いので場所を移動したいと思うので、ここで一旦終わりたいと思います。では、またですね、僕からの動画楽しみにしててください。さよなら。